門締めに行きますよ。お手を拝借。せーの。もっと。はい、よいしょ。仮面女子はこの曲で盛り上がっていきましょう。聴いてください、ファンファーレ。ライブは来てください。ちょっと待って、リアルすぎるよ。なんか最初言ってくださいじゃん。やめなさい。リアルリアル、チータンもすごい。チータンが私が来てる。いきます。ででん。ねえ、伊賀のおちゃん。ちょっと YouTube でやばい、一番リアルじゃん。やばい。あの、聞いてください。別に広告収入で儲けたいとかそういう意味じゃなくて、あの、個人でやってる YouTube がね、まあんま伸びないんですよ。ちょっと伸び悩んでるから、もう広告収入がすごい入るぐらいバズりたいっていう、そういう意味です。びっくりした。一攫千金を狙ってるのかと思ってた。みんな YouTube 見てください。あるけど、あるんだね。なんで、なんで、なんで読めそう。セサ、セサ、なんで、セサミを多めに取ります。チータン、セサミン、5万。チータン、この可愛い見た目でセサミンを多めに取りますじゃないの。はい、書きました。赤仮面無限大、無限、赤仮面とともに2022年も頑張ります。よろしくお願いします。素晴らしい。せーの、ドン、シューイチバック。またや。あのさ、あの、これさ、あの、通一なんだよね。あの、言い訳をさせてください。書いてる時気づかなくて。厳しいものがあるよ。気づかなくて、週一バックって書いたつもりが通一バックになってたから。バックに週一通うってことで OK じゃない。あ、OK。 まあ、意味は通じたか。腰膝守りたい。大事大事大事。はい、ここガチ切実だね。そうなのよ、入所 10周年目を迎えるので、もうこれからも頑張りたいので、もうマジで腰と膝大事なので、最近朝ばっかできてるから守っていきたいなと思います。よろしくお願いします。あ、セサミン取れてない。あ、セサミン取ってね。うん、さあ、もう絶対私はこれじゃん、今年こそ絶対に所賞に。もうマジでこれ毎年言ってるんですよ。で、あの、ある年に私、あの、徳之島が世界自然遺産になれみたいな感じで書いたら今年なったんですね。おー、ということはもうこれ来ましたよ、私の時代が。ぜひみんなで徳之島行こうね。バラドル、バラドル、バラエティアイドル、はい、そうです、バラエティアイドル。ちょっと仮面女子ウエストへのね、移籍を発表させていただいたんですけれども、大阪でもっともっとバラエティの力を磨いて、チータンよりもバズりたいと思います。おー、ライバルか。ライバルだ。あ、怒ってる。やばい、ごめんって、嘘やって、ごめんって嘘だよ。やっと勝っちゃったけどね。サイボーグ月の、おー、なんか月の、あの、次、今年で28になるんですよ。見えな
ないですよ、うん、見えない、見えないって言ってくださるのすごい嬉しいんですけど、なんかやっぱ顔疲れてるねとか、やっぱチェキ返ってくるって言われちゃったりとか言わないでよ、そんなこと。ノンストップライブ2部連続バチ恋だったんですけど、うん、結構3本目のライブとかしんどくなってきちゃったんでサイボーグのようにビジュアルも体力もなりたいなと思いまして頑張ります。書かせていただきました。はい、一味同心。ちょっとすごい折れ目ついちゃった、ごめんなさい。すごい発筆ですよ。どういう意味、どういう意味、なんだったっけな、みんなで志を共にして頑張ろうねみたいなやつです。リーダーらしいじゃないですか。かっこいい字も。仮面女子みんな心の叫びみたいな感じでしたけども。そうだね、2022年もこんな感じで頑張っていこうと思いますので、ぜひこれからも仮面女子、仮面女子候補生、スライムガールズ、そしてチータンをよろしくお願いします。お願いします。